皆様こんにちは。国文学研究資料館館長のロバート・キャンベルです。国文学研究資料館では明治時代以前の日本で作られた書物、私たちはそれらを日本古典籍や古典籍などと呼んでいますが、その原本や画像、また関連するさまざまな資料や情報をこれまで40年にわたって集積してきました。日本の古典籍はあらゆる内容と分野にまたがる大変豊かな知的資源です。日本古典籍を活用した研究が世界規模で推進されるように、国内外の研究者をはじめ司書、学芸員、アーティストたちと力を合わせているところです。国文学研究資料館の新日本古典籍総合データベースでは、たくさんの日本古典籍のデジタル画像を無料で一般公開しています。日本古典籍は日本だけでなく海外の図書館や美術館などにも多く所蔵されていて、私たちのデータベースでも海外の図書館や美術館に所蔵されている日本古典籍の画像を公開しています。この度アメリカのワシントン DC にあるフリア美術館が所蔵している900点以上の日本の絵本のデジタル画像を国文学研究資料館のデータベースで順々に公開していくことになりました。これを機会に法政大学の小林文子先生をゲストにお招きし、フリア美術館と国文学研究資料館の研究者たちも加わって、日本国内でもなかなか見ることができない4点の貴重な絵本や画像について解説した動画を日本語と英語の両方で作りました。またフリア美術館に所蔵されている文福茶釜という絵本を私が英語と日本語で読み聞かせをしている動画もあります。ぜひご覧になってください。4人の研究者が解説するフリア美術館の日本の絵本は、外遊 Virtual Travel というテーマのもとに選んでみました。外遊の文字通りの意味は寝転びながら旅をする。で、日本を含む漢字圏では山水画などの絵を見て旅行気分を楽しむことを言います。山水画を部屋に置いておけば、遠くまで行かなくても山奥の清らかな自然を楽しむことができるというわけですね。2021年2月現在、なかなか簡単に旅行できない状況が続いていますけれど、人間は古くから遠く離れた場所、現実には存在しない場所、あるいは遠い過去の時代に遡って知識を深めたり見聞を広めたり、あるいは気分転換を図ったりするために絵や書物を活用してきました。皆様にも絵と書物を乗り物にした旅をお楽しみいただければ幸いです。今回一連の動画でご紹介する日本の絵本は、フリア美術館のゲルハルト・プルベラ日本絵本コレクションというコレクションに収められています。このコレクションについては、この後フリア美術館学芸員のフェルデス先生が説明してくださいますが、私は個人的にこのプルベラコレクションの調査に他の研究者たちと一緒に携わったこともあり、ひとしお思い出深いコレクションです。その調査報告はフリア美術館ゲルハルト・プルベラ日本絵本コレクション目録稿としてまとめられていて、オンラインでも公開されています。リンクを下に貼っておきますので、よろしければ覗いてみてください。それではここで一旦フリア美術館のフェルデン先生にバトンタッチ。皆様こんにちは、はじめまして。私はフリア美術館と桜ギャラリーのあるスミソニアン協会国立アジア美術館の日本美術学芸員フランク・フェルデンスと申します。今日は国文学研究資料館との共同プロジェクトの動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。フリア美術館が2007年に購入したプルベラコレクションには、江戸時代以降に刊行された絵本の奇遇な作例が数多くあります。
ドイツの著名な医学博士であったゲルハルト・ポルバラ夫人が30年以上の歳月をかけ世界中を旅して収集したものです。署名数はおよそ900点で2200巻に及ぶこのコレクションは17世紀初頭から1970年代にわたり日本絵本の占有を網羅しています。また日本国外に収蔵される傑出した絵本コレクションの一つとして知られています。フリア美術館とアーサーサクラギャラリーは2館で国立アジア美術館を構成しており、ポルブラコレクションは2007年に購入以来当館日本美術収蔵品の中でも重要な位置を占めてきました。フリア美術館は1923年に創設され、その後も収蔵品を拡充に努め、現在その数は1万4000点に上がります。ポルブラコレクションは空前の規模を成しており、近代のあけぼのから第二次世界大戦後までの長きにわたります。それはまた当館の日本美術収蔵品の忠告をなす分野に呼応し、館蔵品としても極めて意義深いです。本コレクションは日本の視覚的文学的芸術表現における絵本の重要性を喚起するものでもあります。もしよろしければ pulvara.si.edu あるいは国文学研究資料館のウェブサイトより本コレクションの全容をご覧になっていただければ幸いです。ありがとうございます。フェルデン先生ありがとうございました。それでは絵本の解説動画と文福茶釜の読み聞かせ動画のリンクを貼っておきますので、どのような順番でも構いません。どうぞそれぞれの場所、それぞれの姿勢でご覧ください。また移動が安全にできるようになり、東京立川方面においでになる際には国文学研究資料館の閲覧室、今私がいる場所ですね、それから展示室にもぜひお越しください。開室時間や利用方法については国文学研究資料館のウェブサイトからご確認いただけます。